このマップはですね、当時16歳の僕が作ったマップなんですけども、今日これからやろうとしてる、まあ今写真貼ったようなこのマップは11歳の方が作ってくれました。あれ？俺のマップクオリティ負けてね。どうも、ふうふうです。ということで、今回ですね、ザ・ウォールという、久々にアスレチックマップ、やっていきたいと思います。おっと、棒がめちゃくちゃ入ってる。なにこれ、友達と一緒に、やれってこと？つら。さあ、ということで、早速、始めていきましょう。壁の、アスレチック。これ、制作者が、11歳らしい。すごくね。まあ、ちょっと俺が、まあ、最初の方にね、やった、茶番ではないけど、俺の本音。俺は、めちゃくちゃ、頑張って、あのマップだからね。ちょっと待って。これ、チェックポイント、まさかない。このマップ、どうやら、マジでチェックポイントがないらしいんで、なんだ、一回行ったら、ちょっとチェックポイント、まあ、スポーンポイント、つけるようにします。よし！いやーでも、いいね。俺も壁に作ればよかったのかな、アスレチックを。あ、まあ、一応でも、あのマップ、ね、俺配布してた気がするから、やりたい方はやってみてください。はい！逆転成功！逆転！オッケー！最近逆転やんないからさ。さあ、ここで、スポーンポイント決めていきます。ほ、あ、待って。これ、むずい！ちょっと待って。いくよ。ジャンプ、ジャンプ、ジャンプ、下がってきちゃった。はい。いいぞ、いいぞ、いいぞ、いいぞ。よし、乗って。いやー、難しそう。えい。あー、危ない。はい。あー、危ない。ギリギリかな？いや、でも、まだまだあるな。まだまだあるわ。ね、俺もちょっと久々にマップとか作りたいなって思ったり、思わなかったりしてます。まあ、気分によります。はい、出る。で、あー難しいな。はい、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 はい。まあ、危ねえ。いけたけど、なるほど。まあでも、着実に上には近くなってる。あれ？割とそこだったりするもしかして。なにこれ。やだー !1234 でしょ。はい。で、で、でんてんてん。あ、スポーンポイントあったの？へぇ、ここにて初めてのスポーンポイントに会いました。そして、ここは？はしご。これね、地味に難しいんだよね。いや、でも久々にアスレチックやるのも悪くないかもしれん。あっぶねー。で、ベッドは、なんかちょっとスライムブロックっぽいところあるから、ぴょん、ぴょん、ぴょん、シフト、オッケー！いいね、いいね、いいね。で、頭打ち、失敗していく。いきます。ほい、ほい、ほい。止まんないよ！ほい、ほい、ほい。そのまま、そのまま、その、うっ、やりすぎた！はい、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 オッケー、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 オッケー。で、ここも、さっき同様。シュルカーボックス。シュルカーボックス意外とむずいんだよな。あ、来たわ、これ。んで、こっちに飛び移る。よし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 。で、開く。ここ！こう！オッケー！いいね。ここで落ちるかよ！行くぜ！オッケー！来て、乗れ！オッケー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 。いやー！なんだこれ。え、どうなってんのこれ。マジでわからん。うわ、前が見えん。まあいいや。蜘蛛の巣。でも、はしごがあるな。え、わからない。マジで。これ、登ってく？違う。え、どうなってんの。え、蜘蛛の巣、マジで意味がない。もしかして。あ、待って。これ。あ、これは下にブロックがあるところだけ、しかブロックがないやつだね。で、これはちょっと一個上になってんのか。面白い。これは面白いわ。あ、面白い。さあ、来ました。え、はい、はい。うわ、待って、これ。え、むずいんだけど。多分、最初、
スライムに跳ねるんだよ。跳ねてここにの、え、跳ねなくてもよくねえ説。待って、いけるわ。はいはい、ああ普通逃げた。で、あ、スポンポイントあったんだ。で、クモの巣を渡るけど、ここ別にクモの巣の意味ないよなっていう感じですね。まあ、でも、あ、上近づいてきた感ある。めちゃくちゃピストンが運動してる。ちょっと待って、はい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 、待って、ふっ、あーばっ、うわ、これタイミングだな、めちゃくちゃ。ほっ、え、これ運じゃね。はい、こ、あー、いったった、いけたんだけど。で、ここでシルカーボックス上がっていくパターンか。いいぞ。うっ、あっぶねー。押し出されたな今。はい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 、うわ、なんかいつもより長い気がする。はい、オッケー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 。え、待って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 、これ多分ほっ、こうだよね。で、こう、あー、むずいよー。いくぞ、ほっ、いいいいいい。で、あ、ここチェックポイントね。早い早いけど、これなんか適当にジャンプしてればいける説。え、なんかもうこれ、いや、引っかかったけど危ない。え、本当にあれ全部いけんじゃね。あ、ここで、はい、いいぞ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 、はい、いいぞ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 。待って、ここで外回り、はい、来たー。いいじゃんいいじゃん、かなりええじゃん。で、ここからどういうことだ。あ、わかった。跳ねる跳ねる跳ねる。オッケー、こんな感じか。はい、来た。はい、いいぞ。はい、よし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 。そして、オッケー。んで、え、なにこれ、ん、いやー、そういうこと。だから、待って、え、むずっ、ジャンプし、じゃん、あ、違う、ジャンプしてから押さなきゃいけないんだ。あ、わかった。はい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 、オッケー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 。で、あ、でももう割と近いぞ、上に、てっぺんに。で、登りましょう。え、楽だ、ここは何もない。安全なところをくれたらしい。さあ、じゃあ行きましょう。え、ここは、これなんか押したら、あー、これ絶対に動くやつ。えい。あー、でも、あれ結構長いな。違う、待って、めちゃくちゃ後ろから迫ってる系ね。いける、いける、いける、あと一回。あぶねえ、いけた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 。で、はしごが、ここは、まあ、ここも割といけんじゃね。上、大丈夫。大丈夫。大丈夫。オッケーオッケーオッケー。で、ここから、ほっ、いけたー。おっと、これてっぺんじゃね。わかんねえけど、これてっぺん来た説あるよ。え、なんだこれ、なんか途中でいきなり落とし穴あるとかないかな。あ、大丈夫っぽい。お、あ、ゴールか、ゴールした、やったー。ま、ということで、ま、このマップは概要欄貼っとくんで、ぜひやってみてください。ま、ここでね、終わってしまうのも、ちょっとま、ありなんですけど、ま、最初言ったように、僕がちょっと昔作ったマップ、ちょっと定期的にやってみたいなって思ったので、ちょっとそれやってみましょう。それでは、僕が16歳の頃に作った、11歳よりクオリティと完成度も低いマップになっております。え、なんならさ、俺が前やったなんか9歳ぐらいの人のあれよりもなんかクオリティが低い気がする。で、ここがさ、ここがめちゃくちゃクオリティが低くてさ、そこのボタンで制限時間内に行かないと乗り越えられないっていう設定なんだけど、横がガバガバすぎる。え、16歳の俺どうした、マジで。で、まあ、ここ、ケーキなんですけどもね。ここでもちょっと難しいんだよね。落ちちゃったんだよ。よいしょ。
まあ、これ意外と難しいんだよね。なんなら、この多分横行ってこうやって、なんかこう行けば、すげえガバガバだな、俺。よく配布したよな、このマップを。で、ここね、迷路なんだけど、まあ俺制作者なんで、道を覚えてるんですけど、間違えましたね、普通に。まあ、こう行って、こう行って、こう、え？待って、あれ？なんかマジで覚えてねえ。適当すぎだろ、なんかここら辺さ。ね、なんかやっぱ、性格って出るのかもしんないね。あ、ここじゃねえや。あ、ダメだ。もう忘れてる。まあね、貼っとくので、ぜひ、こんなクソマップでもね、やってやるよっていう方、やってみてください。ガチで迷ってる、これは。まあでもね、これ、もうすぐ終わるんじゃね？だった、そんなマップだった気がする。はい、はい。でも、簡単なんだよね。俺自身、難しめのマップが好きじゃないんで、簡単めに作ったつもりなんだけど、なんか、ね、難しい気がする。さあ、そしてここ。あ、ここが、マジでガバガバでさ、これバリアブロックなんだけど、サバイバルモードにしないと見えないんだよね。マジでこれ、当時の俺は、ね、いくつぐらいだ？高校1年ぐらいだったのかな？で、ここ跳ねるでしょ？いいね。まあ、ちょっと仕組み的には面白いと思うんだけどね。乗る。で、ジャンプ！いいねー。で、ここからね、綺麗な景色を一望できるっていう。まあ、当時そんなスペック高くなかったから、こんな視野広げられなかったんだけどね。さあ、そして、最後。運命の瞬間。エリトラ、見えない！いいね！いい感じに見えない！さあ、突っ込め！こうやってね、ゴールに。え、マグマ？と思ったら、ゴールになると、クリアおめでとうってなるわけですよ。このゴールのしょぼさ、すげえ自虐的になっちゃうけど、これ作ったの16歳だからね。だから俺は、11歳とか9歳とかが作ったマップをマジで尊敬してます。ということでした。2つのマップは概要欄貼っとくので、ぜひやってみてください。ということで、ご視聴ありがとうございました。次回見てください。じゃあな。